新潟は勝ち点41で13位、東京ヴェルディは勝ち点44で12位、 J1 参入プレーオフ圏となる6位京都は勝ち点52、残り11試合でその差は新潟が11ポイント、東京ヴェルディが8ポイントです。では新潟のスターティングイレブン改めてご紹介します。 4-2-3-1、 本間さん前節と同じ11人です。はい、そうですね、前節の前半の出来というのは素晴らしい出来だったと思いますから、そうですね、まあ、この11人でまたスタートということだと思いますね。では続きまして東京ヴェルディのスターティングイレブンをご紹介します。 4-3-3 です。佐藤雄平が帰ってきた、そしてまあ井上俊は前節と同じポジションですね。そうですね、リアンドロもいい対応でしたよね。新潟奪った、中央でシルビーニョ、うん、シルビーニョシュート、右の新井が走り出していたんですけれども、シルビーニョ自ら行きました。堀米はどこを狙ってくるか、ここはマイケルジェームスのところ、跳ね返すフランシスだ、フランシスシュート、右にそれた、フランシスが狙ってきましたがゴールの右。ここはシルビーニョ粘ったが井上競り勝った、レアンドロからジャイルトンパライバ、ジャイルトンパライバ突破する、クロスシュート、最後はクレビーニョ、まあ、このレオナルドからレアンドロからクレビーニョ、ここは PK だ、クレビーニョがスッと抜け出したところ、堀米一歩対応が遅れたか。そうですね、左決めました、東京ヴェルディが先制。今日はクレビーニョが PK を獲得して、そしてレアンドロが仕留めました。今度は新潟前を向いた、シルビーニョ、フランシス追い越していく、レオナルドも前にいる、シルビーニョ自らシュート、上福本の対応です。クレビーニョからここはこぼれた、ジャルドンパライバー、セッターの近藤でしょうか、近藤選手ですね、ボール支配率ここまで東京ヴェルディが 61%、 シュートも11本とほぼダブルスコア。さあ本場しよう、突破クロス、豊島打てるか、戻して新井のシュート、頭を抱えた豊島幸郎、そして最後シュートに行ったのがこの新井です。高さの矢野を投入して新潟追いつくことができるかどうか、その矢野、いやシルビーニョ、来日初ゴールだ、追いついた新潟、シルビーニョが頭で合わせて新潟同点に追いついた。まあシルビーニョ選手、まあ、一応ね、佐藤選手の前ですかね、前に出ようとしたんですけど、ボールの軌道をしっかり見て、ポジショニング取って合わせる、まあ、素晴らしいゴールですね。本間しよう、ドリブラー1対1だ、仕掛けるかわす、これは矢野、矢野のシュート、ゴールキーパー上福本、シルビーニョ出ていく、そして豊島から広いスペース、シルビーニョ、レオナルドもいる、中央カウレー、上福本決定的でしたけどね、決めきれなかった、
中央にレアンドロ、コーナーキック、ここで試合終了のホイッスル、ドローです。両者勝ち点1を分け合いました。